ですね。さては、ゴルダルだな。こんばんは。肉とマンゴー、とりあえず肉食べたい。肉肉、こんばんは。メール送り中。ゴルダルだ、やったみんな。ゴルダルの称号はあれだけど、どっちでもいいっていうか、狙ったらあの破産しちゃうけど、うちらね敵が強すぎるから。とりあえずお肉食べたいです。正直すいません、ヨレヨレの服で言うことじゃないんですけど、お肉食べたいです。でも1週間6日までだから、ゆっくりでいいですよ。ゆっくりやっていきましょう。おいたん優勝ありがとう。ごめんこんな顔の状態でありがとうとか言って、ゆっくりでいいけどね。5月6日まであるから、いいんですが、とにかくお肉は食べたいです。正直すぎてごめんなさい。みけちゃんとこ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 、タコサンキュー。なんかこの緑の服ちょっとヨレヨレすぎない？着替えを、恥ずかしくなってきた。よいしょ。いつものこれにするか。皆さん、今日めっちゃやばいことが起きてるんです、世の中で。何だと思いますか？
なんとやばいです本当に。そうなんです、ケロッピー中間速報4位らしい。え、わーい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 、マジ。いや本当にびっくりなんだけど、やばくない？え、だって10位にも入ってなかったのに、どうして？誰かインフルエンサーがなんかめっちゃケロッピー押したりした？え、すごくない？夢あるわ。ケロッピーどうした？え、それな、こっからどんどん下がります。え、そうなの？もう下がるとしてもだよ、4位っていう事実はあるんだから今。いや時代来たでしょう、めっちゃすごいじゃん。さすがあかりんの推し。いや私は正直マジで何もしてないけどね、毎日無料の投票してるぐらい、全然別に呼びかけもしてないし、でも私でもあんまね騒ぐ資格がないなって。なんか毎日無料の投票してるだけじゃん、なんか「えケロおめでとう」とかツイートするのもちょっとおこがましいかなって、めっちゃガチってる人に失礼だなと思ってツイートできないでいる。そう、ちょっともうちょっとガチった方がいいのかな。すごくない？すごいよね。まあ、やっぱずっと前向きに頑張ってる人が報われるんだ。あ、頑張ってるカエルが報われるんだね。素晴らしいです。キュー太郎、タコ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 、ありがとう。テロの時代来てるわ。こんばんは。大ニュースでした、個人的に。すごいよね。いや私マジで何もしてない、無料投票しかしてないから、あんまちょっと SNS で言うのは恥ずかしいんだけど、ガチ勢の人に申し訳ないから。でも嬉しいっていう気持ちがあることは多分ケロッピは喜んでくれると思うの。てかゴールデンなんとか期間って他のギフトも金なんだ、タコとかがしれっと全部だるま以外も金なの、面白いね。だって背景めっちゃゴールドじゃないすごいんだけど。お疲れ様。髪ボサボサすぎたんで巻いてます。
一通りに金色がある。あ、そうなんだね。ケロッピ4位やばいね。キティさんに勝っちゃってるから。すごいことですよ。ゴールデンウィークだからゴールド。あ、確かに。いや、私もあんま気づいてなかったわ。キティさんに勝つのやばいよね。やばさ伝わった。サンリオキャラクター大賞で4位がすごいってことが伝わった。キティさんに勝ってるからね。やばいでしょ。もう私今日それがもう大ニュースすぎて。え？ってなった。初見ありがとうございます。どうですか？それっぽいですか？よし。今日一日死ぬほど髪ボサボサだったとは思えない仕上がりにできました。イベント発表来たから追いついてない。あ、フラワーフェスティバル出てたよ。 STU フラワーフェスティバル行く人は覚悟が必要と思いますけどね。めっちゃ人多いです。怪しいメール送ろう。え、おいたん I love you、 ありがとう。あ、それもあるんだ今回。 I love you おいたん、嬉しい。 I love you あるんだ。なんか1年早いな。
レンコン。だるまありがとうねえ、なんかそのだるまでさ、なんだっけ、なんとか運動みたいな、チンダル現象じゃなくてなんだっけ言ってたよねなんだっけ、あ、ブラウン運動、それだ、ブラウン運動だ。ブラウン運動、1年越しに。チンダル現象なの結局。あえ、どっちでもいいや。物理学は、化学や物理学は苦手だったもんでね。今日はさ、先にやりたいことがあります。はーい、はい、当てて、はーい、はい、はい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 、腹筋筋じゃない、みんなじゃんじゃん、私のことわかったな、なあ。タコス作るんだよ。タコス狂いだっただろ、私は。
コスタコ、今日は初めてのタコス作りに挑戦します。タコス作ったことありますか？私はないです。まずひき肉を油で炒めて、こちらのタコスシーズニングを入れます。の部分が タコスの香りだ。これすごい。
コスの元で一気にタコスの香りになりました。サルサもあるよ、チーズもあるし、サルかな。こういうの開けるの苦手なんですよね。戦争。レタスは洗いますか？おうちタコベル、星マークすぎてやんだ。よし、しょうがない。今弱火でお肉を10分炒めろって書いてるんで、弱火で10分炒めてます。レタスの千切り作ります。
金属が触れると変色する？タコス？レタスか。包丁で切った方がいい。俺たち結構手が痛い。これワンポイントアドバイス。ハサミで千切りなんてやるもんじゃない。はい、オツです。お、だいぶタコスの肉っぽいのができてきた。この水分をしっかり飛ばさないとね、ボトボト出てくるんですよね、タコス包んだ時に。
で一旦タコミートを一旦リセットしました。お次はじゃーん、トルティーヤを少々温めます。もうできるよ。の皿用意しない。じゃん。これを軽く、これはね、温まるぐらいでいい。これでいい。トルティーヤできました。じゃあここからは手元をお見せいたします。はい、まずチーズもいるね。順番がわからん。あんま端っこにやると落ちるよね。
あぶね。ほんで、サルサ。全体的にいきます。でかっ、やばいやばい、餃子みたい。いきます。うん、うまい。高森優勝、ありがとう。自分だよ、皆さんありがとう。フクベル、タコベル、おこっこ、うん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 、食べてるのやばい、うまい。まあ、やばい、何個でもいけそう。2枚目いくよ。肉、
かけちぃ。何枚あるんだろう、トルティーヤ。5枚ぐらいあるかな。もうサルサソースが全てを握ってる。分かってたのにさらに増やしちゃった。タコ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 。自撮りしよう。かなりの馬です。だけど結構お腹いっぱいになるね。
は別に好きじゃないんだよね。よくわかんない。よいしょ。タコ、あれ赤い普通のタコもあるんだ。まだ作るよ。だって今食べるのが一番うまいじゃん、すべての具材が。サルサを作る石焼き持ってます。石焼き、ちょっとすべての具材少なめで作ろう。少なめよ、少なめ。よし、いきます。あら、ちょうどいい。ちょうどいいサイズ。いただきます。なんか結構少なめにしたつもりが、まあまあギリ耐えますねぐらいの感じなんだけど。これを作りたい方は牛ひき肉を合いひき肉、タコ酢の素、タコミートの素、レタス、チーズかけるチーズ、トルティーヤ、サルサソース、この6つがあればできます。試しあれ。うん、あとライムがあるといいかも。
ザディーじゃん。お腹いっぱい。だるま、タコスがお腹にいるのか今。一旦これでおしまいで、全部ラップして入れとけば食べれるでしょう、明日ぐらいなら。めっちゃ簡単だったタコス。だったろ。明日はフライパン使ってタコスもう一回しなきゃいけないから洗います。
プライフォーム発動。どうも。ありがとうございました。終わり。自分は弱いて認めながら人は生きてゆく。ボロボロになって祈り始める。笑顔になれますように。やばい、めっちゃ部屋が散らかってきた。リハーサル期間って感じ。こんばんは。だるまありがとう。というわけで、初めてのタコス大成功。イエーイ。大成功でした。
お腹いっぱいになった。かなり。タコス。タコミート作るのだけちょっと時間かかるけど、それ以外はもう全然余裕です。タコス、うんうんうん、はい、ぼーっとしてた。お腹いっぱいでぼーっとしてた。初めの闇ラブはありがとう。うわー、考えなきゃいけないこととストレスと。いろいろ多すぎて猫に戻った。一瞬やばいやばい、猫バレするとこだった。危ねえ、猫バレするわけには。うん、猫バレ。猫バレ変身中、猫に。うちがれんか。うん、12時過ぎると猫に戻るから配信12時までなの。そういうこと、そういうこと。古い小学生の時だよ私が。そういうこと。なんかバレー部の、小学生の時バレー部だったんですけど、バレー部の監督がユニークな人で、よしお前らエンジンするぞって、もうおじさんなんですけど、小学生の、あの
スポショーの私たちに向かって、エンジンどういうこと、そういうことって監督がどういうことって、うちらがそういうことっていう謎のエンジンさせられてました。面白かったな、意味わかんなくてお笑い行くぞ、どういうこと、そういうことってみんなで言ってた。そしてまあまあ強かったし、うちら四国大会とか行ってました。おもろくないスポーツはやっぱ楽しむのが一番。盛り上がった。そう、それで強いのがおもろいでしょそうなんです。意味わからんエンジンしよった。ふう。SD のエンジンで取り入れたら、いや、あずみにそんなことはさせられないよ。勝手に四国観光大使のエンジンは手つないでいくよ、せーの、愛媛、香川、徳島、高知、勝手に四国観光大使行くぞー、だからね平和すぎるでしょ。で、大体みんなエンジン何年やってもエンジンのあれ愛媛からだっけ、徳島からだっけって出てこないとか、まひちゃんが愛媛って愛媛だよ、エンジンの時めっちゃ仕切ってくれるまひな。タコス、はあ、タコス、タコタコ、はあ、頑張ろうね。たたりがっちゃ。あ、そうだ、ツアーのなんかいろいろ発表されて、一番のトピックはあのストーリー見てほしいんですけど、トレカがあるんですけど、なんかチャンガラファンクラブ、ちょっとな、何のトレカか忘れたけど、トレカがあるんですよね。とにかくトレカがやばくて、みんななんか可愛い自撮りとかなのに、ゴロミのトレカだって言ったじゃないですか。見てください、だからストーリー見た方がいい。これちょっとショールームだとあれだから、これどれか私の顔の面積よりゴロミの顔の面積の方がでかいから、どういうことよ、そういうこと、どういうことほんまに。私写真何枚か運営さんに送って、どれでもいいですみたいな、この中で使えそうなやつ使ってくださいみたいな感じで送ったんよ。普通の可愛いキラキラ自撮りも送ったよ。なのにこれ選んだけどね、絶対いじりやろ、運営からのいじりですこれは絶対に。だってこんなんさ、本人、メンバー本人よりさ、ペットの方がさ顔でかいしさ、あの何、なんなら私目閉じてるからね感じで、なんか2枚目までは3枚ランダムでサインが入ってるんですけど、2枚目までは自分のサイン書いてたんですけど、3枚目はあれ、これは自分のサインいらないかもと思って、ゴロミって書いた。
やばいよね。そう、いやこのトレカ欲しいですね。ゴロミちゃん、かわいい。ゴロミ、今日ゴロミに電話したんですよ。なら、ベッドのなんかお気に入りの部分、毛布の部分にいて、あ、ここにいるんだねと思ったらね、パパがね、あの朝パパが仕事行く前にゴロミにご挨拶した時もここにおって、帰ってきてもここにおって、今見てみてもここにおる、一回も動いてないって言ってた。だるまありがとう、金色だるま。ゴロミ、ゴロミ全然動いてないですし、めっちゃあくびしてた。やばいよね。今来てもう一回して、ゴロミの真似、あくびの真似。ゴロミのあくびの真似。ありがとう。いえいえ、いいんだよ、ゴロミのあくびの真似なんていくらでも、いくらでもできますんでね。カレー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 、マミマミ。ゴロミツアーのトレカもらえるの、広島と神戸だけだっけ、どうだっけ、ちょっと分かってないんだけど、マジ絶対もらってほしい。で、あの袋押し以外はマジでゴロミの顔写真いらないと思うから、あのゴロミ出た人から一人一枚しかもらえないよね。だからゴロミ出た人交換しますよーって、僕私何々ちゃん出ました、そう何々ちゃん出ましたけど、何々ちゃん推しでゴロミ出た人交換しましょうっつって、一人一枚ではない、あそうなの、何回でも弾けるの、えファンクラブ入ってる人じゃなくてちゃん柄、ゴロミ、なんか可愛い自撮りだったらさ、いろんなメンバーの集めたいと思うんだけど、ゴロミのね、やる気のない顔
ゴロミが眠たいのに私の自撮りのために顔だけ持ち上げられた時の目開けるもめんどくさいわっていう顔、絶対いらんけん福同士以外。てか福同士もいる、あ、いるね、いるよね、ね。にゃあ、後戻りできないラインまで猫好きになってしまった。わかる。あのツアーの一番のおすすめポイントはランダムトレカです。かわいい、考えただけで。やっぱ猫っていいわ、猫平和だわ。うちら猫と共に暮らしてる。幸福、幸福の猫。はやや、あと今日発表されたなんかお得情報はなんかお見送られがあるって決まったんですけど、お見送られってさ難しいよね、説明が。お見送られって意味わかった？お見送られ会が毎回ある。あのお出迎えが研究生やってくれて、お見送られ、タコありがとう、お見送られをするんだけど、お見送られでね、あの終わった後にライブがせーのせーのありがとうございましたってやった時に、普通はステージ袖からメンバーはあの去っていくと思うんだけど、お客さんの客席を通って去っていくというね。しかもそれもね、ぐるっといろんな人に顔見せできるようにこう列に分かれてぐるぐるぐるいって行く感じで、なんかそんな感じ。いや私もやったことないからわかんないやったことないからわかんないけど、一通り回るっぽかったよ。なんか、うん、なんかそれのこういう風に行きますよみたいなのもやったけど、そうじゃわかんない、なんかどういう感じになるかはやってみないと分かんないけど、うん、お見送られって言葉がね難しいからね、みんな分かってくれてるかなってそう思ったけど、楽しそうだよね。しかもね、それが撮影可能なのが、なんか昔なんかガチャガチャちゃんがらの特典でいいのが出たら、お見送り大鳥&撮影 OK 券みたいなのあったんですよ。お見送りで一番最後になれる&お見送りの様子をと自分ので、ね、何々さんありがとうまず全員が言ってるのを撮っていいですよっていうやつあったんですよ。それが多分全員できるよみたいな感じかな。で私は予想してます。撮影 OK、 動画とか撮っていいやつ、羨ましかった。それがでもできる、全員。そう、まあ、もちろんせっかく近くに行くから肉眼で見てもいいと思うけど、
うん、こんな感じです。それはどこどこ、どこでもどの県もやるみたいなので楽しみにしててください。はい、あとはあと練り歩きもある、練り歩きもあるよ。練り歩きがね、今日でも練習したんですけど、練り歩きの練習もしてるの一応。なんでかっていうと、同じところにメンバーが固まったりしたらさ、なんか上手の方だけめっちゃメンバーいるのに下手スカスカとかさ、逆に後ろの方に行っちゃって前の方にメンバーいなくなるとかいう現象になるのを避けるために、ちゃんと周りを見ながら分散する練習を私たちしてるんです偉いでしょそれで巡ってみた結果、結構近くまで行って、しかも時間、練り歩きの時間が長いから、ちょっと私結構練り歩きでね、片っぽ側しか行けないことが多いんですよなんか歩くの遅いのかな、わかんないけど、だからよくね、コンサートの後に福ちゃんこっち側全然来なかったじゃんって言われてたんですけど、今回はなるべく行けるように頑張りますいや成功できしたことないんだけどね、あんまり全然練習の成果出てないやつなんですけど、私なるべく頑張るんで、はい、待っててください。そう、ダッシュしてる未来が見える確かにいつもダッシュしてる、うん、こんな感じです。あとなんだろう、なんかいろいろ出てたんだけど、あのね、私が個人的に今日いろいろ発表、STU のツイッターでね、いろいろ発表があったんですよ。でも個人的にすごいいいなと思ったのは、ユニットの時にカメコがあるっていうのが、カメコの方々によくね、夏ツアーの時とかね、ツアーいいんだけど、でカメコタイムあるのはいいんだけど、毎回同じ曲のだしとこだし、毎回同じ衣装だから同じシーンのやつしか撮れないんですがって、いやこっちからしてもなんか毎回同じようなところの撮りやすいところの写真しかないよね、そうだよね、ごめんねって感じだったんですけど、今回はユニット部分なので、しかもね、メンバーが30人ぐらいステージにいたら1列目の子しかまあ綺麗に撮れないよ、そりゃ物理的に。推しが3列目とかになんかね、立ち位置で行っちゃうとさ、いや撮りたいけど無理ですってなっちゃうじゃないですか。なんかそれがユニットだったらまあねえユニットを30人でやるってことはさすがにないので、はい、推し面を狙いやすいと思うので、それがすごいいいなと思いました。亀子さんもね、普通のチケット代より高い値段出してきてるんだから、それはいい写真撮ってさ、推しからね保存されたいじゃないですか。
だからすごいそれが楽しみです。私はなんかこっちもね、自分がめっちゃ漏れてても後ろにボケてるメンバーがさ、なんかちょっと変な顔っていうか、歌ってる時はそれ変な顔何よ誰でもになってたらさ、使いづらいよ。そうけど亀子の写真ってさ、その亀子さんの著作物だと思ってるから、なんか勝手にそんなぼかしとかめっちゃ入れていいんかなとか思ったりするしね。なんかまあいいんだろうけど、その辺が難しかったので、はい、ユニット部分に亀子があるのは結構ボツカットも減っていいんじゃないかなと思うので、カメラ一眼レフとかね持ってる方はぜひ撮ってみてください。あ、でもあのね、カメラ持ってない人がね亀戸籍たまにいるけどね、あれは気まずくないのかな。で、亀戸籍なんで撮るんだろうって考えたんだけど、高いのにちょっと、絶対ここの分エリアより後ろには行かないっていう保証があるじゃないですか、後ろに飛ばされないっていう。だからまあなるほどとは思ったんですけど、周りが全員こうだから結構なんか邪魔って言ったらあれだけど、やりづらそうって思っちゃったけど、どうなんですかね。なんか、周りがこうめっちゃでかい機械をいっぱい持ってる中、居づらくないか心配です。あ、心のレンズで撮ってるのか。うん、まあでもね、亀子エリアより絶対後ろには行かないからまあいいよね。あと亀子タイムって亀子エリアの人がさ一切ペンライト振ってないわけだから、亀子のエリアでペンライトが輝いてるとめっちゃ目立って多分めっちゃレスもらえます最近気づいた。亀子タイムの時って亀子さんはそれペンライト持ってないじゃないですか。だから逆に亀子タイムだけど亀子じゃない人がペンライトめっちゃ光ってくれてるんですよ。それはめっちゃ目立つなって思うけど、そうでも居心地悪くないかなって思います。大丈夫かなそう、まあ亀子でもねちょっと手が疲れて休憩とかの人もいるだろうし、一概には言えないんですけど、亀子タイムが今回めっちゃ長いんですよ。結構長いかも。だから休憩しながら撮った方がいいかもしんない。休み休み推しが出てる時は絶対撮るっていう目標で、他はちょっと休み休み撮るぐらいにしないといけないんじゃないかなぐらい亀子タイムが長いから。もちろん全員局の時も亀子タイムあるし、なので筋肉痛気をつけてください亀子さんの人はよくお話し会の時に、いやもう亀子筋肉痛になったわって言ってる。そう、そんな長いんや。そう長いけど、あかりちゃんは撮ってくださいねふふふ。翌日ノエミ行くのでやばい。いやそれはやばいやばいかも。お互い体力が必要ですね。おいしょ。タコス美味しかったな。
たタコスを作ってあげるね。映るんですね亀戸籍。いや遠いから無理じゃない？エモいかもしんないけど、多分前の人の頭ぐらいしか映んないんじゃないかな。名乗ったらいいことありますか？どういうこと？お話し会でいいことあるよ。それだ、それはもうショールームでね、毎日のようにコメントしてくださってる方のお名前は頭に多分インプットされてますのでね、あああの人だってなりますね。初めてのね握手会の時のことめっちゃ覚えてるよ私は。ね、願い事の持ち腐れのね握手会だったんですけど、それまでファンの人とはショールームでしか会ったことがなかったんですよ。そうだから「何々です何々です」って結構なんか名札とかつけてきてくれて、私の中ではなんか猫のアバターだったのに、クマのアバターだったのに、なんかあのちっちゃい小人のなんか可愛いキャラのアバターだったのに、なんかみんな人間だーって、人間じゃん、やったーよかったいたんだってなりました。実在したのねみんな、よかったよってなったのをすごい覚えてます。嬉しかったな、だって会ったことなかったんだもん。そう、それに似たことっていうか、さすがにもうファンの人アバターのこの人たちは実在してる人って分かってるけど、その時の似たような気持ちは今でも何回も、だって毎回ね、初めて来ましたショールームでいつもコメントしてる何々ですって言う人現れるんですよ、何かし誰かしら、ああってなりますよ。嬉しいです。そう、あとなんか認知されてないかなとか、されてるかなとか考える前にとりあえず名乗ってほしいのと、あと一回名乗られただけじゃさすがに私ごめんけど、本当は一回言ってくれたら覚えますよって言うべきなんだろうけど、もう一回じゃ無理かな。短期記憶はその日はいけるけど、次来た時にパッて出てくるかって言われたら、あいや分かるんだけどちょっとミスったら怖いから言えない、うーってなるから、あのね毎回言ってほしいかな。最初のうちは、最初の 2,3 回ぐらいは名札も大事だし、なんとかですって、やっほーくちゃんなんとかだよみたいな感じのをちょこちょこ言ってくれると、すごいこっちも自信を持って、あーなんとかさんって言えるから楽しいかも。いやさすがにもう認知されてるって人はいいんだけど、タコありがとう。なんか久々に来る時とか、あのシングルのね始めとかね、たら今度だったらアルバムの始めとかね、マイシングルの始めとかは言ってくれたら嬉しいかな。なんかもうあなたさすがにもうめっちゃ覚えてますよって人でも、毎回ねなんとかですって喋り始める人とかいるんだけど、私が老人になってめちゃめちゃボケてもその人の名前だけ覚えてるだろうなって思うぐらい頭にすり込まれるから、マジ名乗っときなメンバーに。そう、何回も言ってくるなとか思わないから、マジ助かるとしか思わないからね。そう、だから俺の名前覚えてるだけは言わないでください。あの自信持って答えて全然違って「気まずい!」ってなること何回もあったなぜか自信満々なんだよね、あれみたいな。1年にね1回ぐらいね1年に1回ぐらいね、あの完全に勘違いしたまま話を終わらせちゃうこともあってね、本当にごめんって帰りのバスとかで気づくんだよね、あれ待ってめっちゃ顔似てたからあの人のつもりで喋ってたけど、えみたいな、
その時は次回会った時にもうめっちゃ一回謝ったことがあります。そしたらね、全然許してもらえたけど全然いいよみたいな、そういうこともあるでしょみたいな感じだったけど、なんかそういうのね、ちょっとねやりたくないから、よろしくお願いしますとか予防線張ってるけど、私結構覚えてるでしょ、みんなビビってるでしょ、え覚えてたのまだって言われますよ。握手会始まってた頃、その昔来てくれてた人が最近のリアルとかにもう5年ぶりに来ましたみたいな感じで来てくれることが多いんだけど、えコロナぶりなになにさんじゃんって言うとね、え惹かれる惹かれる、なんで覚えてんのみたいなぐらい覚えてるので、安心して来てください。今お話し会受付中です。そう、あとはリアルお話し会に来るとね、おたともができるんです。なぜかというと、リアルお話し会って私がここにいたら、ここになんか剥がしの人とかがいて、バーってお客さんが並んでるんですよ。でこの剥がしの人に、はい次の方どうぞって言ってペーって来て、ここで話してるのをここで聞いてるのね、次の人が2メートルぐらい後ろで。でそのファンの人の声はそんな聞こえてないと思うんだけど、私の声がでけえから、えなんとかさんじゃん久しぶりとかさ、えなんとかさん今日めっちゃ来てくれるよ嬉しいとか 言うとね、この後ろの人はね、あこの人がなんとかさんなんだみたいななってる。これ行ったことある人わかるでしょ、あるあるでしょ。ショールームでよく見る、よく壇上にいる何々さん、あこの人だったんだみたいながあるんですよ。そうで、あれが何々さんかみたいな感じになるなって、でもそれお互いになってるからね、ってことはお互いになってるからね。そう面白いでしょ。だからね、顔も名前も分かるけど喋ったことないおたともがいっぱいできますよそれがこっちから見たら、こっちからしたら全員知り合いなのに、なんかみんなのはお互い知ってるのになんかよそよそしくなってて面白いそうで私は言うの、あのいや喋りかけたらいいや、あの人多分あの喋りかけられたら嬉しいタイプの人やでって言うけで、えマジとか言って喋りかけてくるわみたいな感じで行くんだけど、まあ喋りかけてないよね、わかるよ、シャイボーイなんだね福田さんみんなそう、いやでもね、一人でおたかつしたい人も多いからね、いいんだけど、ね、別にあの人も喋りかけられたいタイプだし多分大丈夫じゃねえみたいな感じでみんなに言ってるからごめんみんな、あのなんか私のせいだから多分喋りかけてくる人いたらすいません。そう仲良くなってください、別にあの何無理して仲良くする必要はないけど、あの生写真の交換とかできるからいいと思うよ、そのねちょっとした、公園のお見送り、そう、あ公園のお見送りはあるあるだね、あの隣がねマイキューとか葵ちゃんのことが多いんですよ、名前出席番号順だから。そしたらさ葵ちゃんとかがさ、マイキューとか葵ちゃんとか、あとアリちゃんとかがなんか、あナイナイさんありがとうみたいな感じで行くから、自分推しじゃなくてもそのアリちゃんとか葵ちゃんとかマイキューとかその辺の推しの人の名前結構わかる、あの人いつも葵ちゃんに何々って呼ばれてる、何々さんだろうなみたいな感じでわかる。これは蓄積ですね、何年間もの。
これはでもメンバーあるあるかな。そうすごいよね。いやアイドルってすごいいろんな人に会うから覚えてないと思われがちだけど結構覚えてるんですよなのでね、福田推しさんじゃない人今見てる中で、まあ私のことまあまあ結構いろんな現場で見る、一緒に見るし、まあまあ好きだけど特に推しとかではないなーって人、はい、私にバレてます、正体。今気になって、私のこと気になって見てるぐらい私に絡みたい人ですよね。私のこと1回ぐらいツイートしてますか、ハッシュタグ福田あかりで。もうバレてますよってことになるので気をつけてください。恐ろしい恐ろしい。カメコ頑張ろう。カメコタイム、私カメコタイムでさ、亀子さんの腕も大事だよ、そりゃ大事だけど、あの取られる、うちらのもう取られ慣れないとダメだったと思うんだよね。けどなんか最近亀子タイムの時にこう取られてるって意識しすぎてて、なんか表情が硬いような、なんかね、うーん、なんかうーんって感じ。なんか結局5周年の時ぐらいが一番良かった気がするんですよ、自分の写真。いや、みんなの写真全部素晴らしいんだけど、自分の撮られる具合で、撮られる時の表情とか自分のポテンシャル、ファンの人のポテンシャルじゃなくて。だからでもその時ってカメコタイムをあんま気にしてなかった時で、多分ほんまに自然体でカメコさんの方に目線を送らなきゃとかなく、普通のライブをずっとやってたの、亀子タイムでも。だからちょっと今回は11公演あるから、県によってこう亀子タイムの時の撮られ方を研究しようと思ってます。亀子タイムが始まったのがうちらもさ、でコロナ明けぐらいだからさ、ちょっとまだ撮られられてないんですよね。だから11公演かけて、でもね、今までの経験則的に目線は亀子さんエリアじゃなくて亀子よりちょっと上の方が、ほらこうやって見てるよりさ、こうやって見て喋ってる方が目に光入るじゃん。これが可愛いんですよ、なんかふわふわになって。だから目線は亀子さんエリアよりちょっと上、そうで目を大きく見せようと思って顔引くとここに影が落ちるから、ここにクマが、ここに影ができるから、多分ちょっと多少こういう角度になったとしても顎は上げ気味な方がいいかなって、個人的にね、自分の顔の骨格的に思うのと、そう、あとは髪型はハーフアップとか三つ編みとかポニーとかおろしとかいろいろやってきたけど、結局ポニーかな。躍動感が出る、なんかライブ感が出る髪型はポニーかなって思う。そう、正面から捉えた時に一番可愛いのは三つ編みなんだけど、やっぱライブ写真ってなると私的にはポニーが一番こう動きが出るし、写真に。あとこのここの首のラインも出るから細く見えるから、最近カメコがある日はポニーにすることが多いかな。そう、って感じ。でも結局あんまカメコエリアを気にしないで撮られてる時が一番なんかいいから、一回あんま気にせずにやってみようかな。でめっちゃ気にしてみる日も作ったりとかしてやるので、ちょっとカメコさん
私の研究のためにも取っといてください。よろしくお願いします。でホワホワ加工にしてください。あの黒のが色彩が強めのなんかオレンジと黒が強い写真が好きじゃないんですよ。そうなんか、うん、お肌白目でお願いします。ホワホワ加工で。画質はそんなに求めてないし、よろしくお願いします。って感じ。ちょっと研究させてください。お願いします。三つ編み好き。三つ編みね、もうね、可愛い。衣装と髪型の関係も大事だよね。研究します。そちらも照明大事だよね。そう、え、ファンの方もさ、カメコエリアの時ってメンバーカメラ意識してんなーって思う？気になる。どうなんだろう、傍から見たことがないからわかんない。なんかノイミーちゃんのコンサート行った時はなんかもう撮られ慣れてるなみたいな、カメコ用にの動きがあったんですよ、彼女たちの中の。だからすごいなって尊敬したんだけど、 STU ってまだカメコ始まってあんま経ってないから、多分メンバーも探り探りだと思うんですけど、どうやってるんだろうみんな、気になる。このツアーで勉強させてもらおう。タコありがとう。気にすること気にしない子、どっちが取りやすいんだろう。いやでもな、結局私はなんか自分のキャラ的に自然なところを取ってもらうのが輝くタイプだと思うんですよ。去年の夏ツアーの一杯の水のやつとか結構受け良かったし、マジで何も髪横気にせずに髪振り乱して踊ってたけど、それが可愛かったですよ、写真で撮ると。でも奇跡の一枚じゃないとダメだったけどね。多分1000枚ぐらいボッソボソの髪のやつの中から奇跡の1、2枚を多分載せてくれてたんですけど、皆さんね。てか髪コタイム長いとさ、撮った後選ぶのも大変だね。ありがとうございます。結構ね、髪コの写真でね研究させてもらってるんですよね、いろいろメイクとかも。いやー、いつもあれだね、撮って選んでくれてることに感謝しなきゃ。私はインスタの写真を、まあ、せいぜい20枚ぐらいの中から2枚ぐらい選ぶのですら1ヶ月ぐらいかかってるのに。全身がいいのか上半身がいいのか、え、あのね、横向きの写真いらないかも。横画像いらないです。いや、いらないって言ったらちょっと言葉が強いな、使いづらい。
縦がいいです。横のやつすごく使いづらいです。使いどころがあんまないかも。縦画像がいいなと個人的には。まあ、横シチュエーション的に横になる時もあると思うんですけど、横のやつはね、うわこの写真めっちゃいいのに横かってなる時が多いかな。横長ってこと？このショールームのこの画面みたいなやつ、このこうがいいそう、なんかストーリーにも使いづらいし、なんかメールの謎かけの答え待ちのところにもなんか使いづらいし、ツイッターに載せてもちっちゃいしむずいってなる。だけど個人的にニヤニヤ研究するだけなっちゃうから、縦の方が嬉しいかも。でもどっちも載せてね。そう、漏れてたら何でも OK。 90度動かして、いやこうなるじゃんこうなっちゃう。そうかなっていう。まあまあそんな贅沢はいません。何十人もいるメンバーの中から自分を被写体に選んでくださることに感謝してます。ありがとうございます。よいしょ。あとなんだろうな、カメコ。ツイッターから保存したら全部ツイッターっていうフォルダに行くから便利。 iPhone なんだろうな。あとカメコ、夏ツアーの私めっちゃアホ面なんやけど、全部おもろい。でこういう加工が好きです。こんばんは。これ誰の写真とかも分かんないけどバーって保存してるから。こういう加工好きです。こう白い毛わかる？透明感みたいな。金だるまありがとう。でこれとかめっちゃ可愛いのに黒とオレンジが強すぎて、これがホワホワ加工だったらもうこのツアーの一番漏れた写真で載せてるぐらいなのに、黒いからボツってるっていうね。そう、出してないです多分どこにも。めっちゃ顔は好きだけど黒いくてオレンジだから、ファンクラブにすら載せてないか。ファイバーローズもこういう色味のは好きだ、使いやすいけど、なんだろうな、あでもファイバーローズのは大体全部漏れてるいい感じ。うわクルタンたくさんの金だるまありがとう。ブラウン運動、そう、あとこういう余白が結構残ってる写真はストーリーにめっちゃ使いやすいです。ここに文字入れれるんで、これが縦だったらよかったな。縦でここに私がいて、あと余白のペンライトの景色とかだとストーリーにめっちゃ使えます。お話し会の日程とかここに書ける。あこれこれめっちゃ使えた。これこの写真3回ぐらい使ったかも。これ使いやすかった、文字書き込めたから。めっちゃあとねこれはめっちゃ良かったんだけど、アンコールの時の写真は T シャツだからなんかあんまり私は使わない。衣装がいいなっていうそう T シャツだからなーってなっちゃう。めっちゃだるまくれてるありがとう、ありがとう。
でもね、私本当にたくさん保存してるんですよ。どれもね、なんか愛があって、だってこれはちょっとっていうやつでも保存してるってことだ、見てるからね。なんかすごいね、あったかい気持ちになります。だるまありがとう。これ昨日メールで送ったけど、これてか部屋汚っ、これはもう本当は白くしたかったけど、人のものだから勝手に白くしちゃダメと思ってやらなかったけど、そう、映り込み注意、部屋が汚いのがバレる。このね、カメコホルダーでね、よく見てるんですよ、ぼーっと。なんかいっぱいライブしてるなって、嬉しい気持ちになります。ハート、だるまありがとう。現在8位、ありゃ、さっき6位だった。みんな頑張ってんだな。くにゃん。はい。でもさ、ライティング大事だよね、照明の。東京ドームシティ良かったな、これめっちゃお気に入り。東京ドームシティの PR 舞台、この加工好き。インスタのパリスのフィルターかけたみたいな。あとこのポニーテの躍動感、ポニーテールやっぱ躍動感可愛くない？ありがとう、たくさんだるま、ありがとう。だるま人生てか、だるまから1年経ったのね、なんかすごいわ。絶対肉ゲットします、今回。やっぱでも5周年コンサートが一番良かったな。これね、部屋汚っ、見てください、このペンライトの景色と叫ぶ私。でもね、叫ぶ私の黒が強すぎて、肌がオレンジだから使ってない。めっちゃ気に入ってるけど、どれだっけ、シミサラとイケちゃんに、あかりんさん、これアーシャにした方がいいですよって言われた写真、ちょっとどれか忘れたけど、どれだっけ。5周年のトロッコが一番漏れてるな。って言ってたよね、全てが終わってみんなでバスに乗り込んだ瞬間に言われたこと、あかりんさん見てください、これアーシャにした方がいいですって見せられた写真があるんだけど、おいたんたくさんだるまありがとう。どれだっけな、どれか忘れたけど、確かに可愛かった気がする。タンポポ衣装、タンポポ制服めっちゃ可愛いね。これもいいな、全身。やば、楽しくなっちゃった。楽しくなっちゃった。いろんな写真見て楽しくなっちゃった。まあとにかく。楽しんでもらえるツアーになってるので期待しててください。ユニットブロック、あのね、今回毎回全部セトリ違うんですよ、全部の公演11公演、結構あの1曲2曲違うとかじゃないからね、うん、よくあるじゃん、愛媛じゃない、
愛知行ったら SKE の曲やって、福岡行ったら HKT の曲やってとか、そういう日替わりじゃないから、そんなレベルじゃないから、そんなんだったらどんなに良かったかってぐらい、もう全部全然違うの。11公演やばいです。だるまやってます、やってるよ。なので、あの衣装も曲が違うということは衣装も違うので、楽しみにしててください。誰もありがとう。今回瀬戸内7県を通して、あの1日で全曲ライブじゃないですよ、それだったらあの2時間3時間じゃ終わんなくなっちゃうんでね、1日で全曲ライブではないんですけど、あの瀬戸内7県全て行ったら全曲ライブになるっていう、7県で一つのコンサートが完成するっていうやつなんですよ。瀬戸内7県を拠点にしてる STU48 と7県全部で一つのコンサートみたいな、そんな感じのコンセプトなんですね。今回7周年7県っていうことで、でもちろん同じ曲を何回かいろんなところでやったりもするんですけど、そう、で1回やった曲はもうやりませんだったらね、あの3日ぐらいで終わっちゃうからやばいでしょそれは。だからまあね、大事な曲とかは何回もやったりはするんだけど、7件かけて全部をやるっていう大きい、なんか何ですかコンセプトがあるので、いっぱい来た方がいいですよって言ったのはそういうことです。だって7件来れば絶対にエガちゃんが聞けます、絶対に神様が開けるくらいには聞けます、絶対にボクボクが聞けます、絶対にイケちゃんのソロもが聞けます、絶対に何だろうな、僕たちはシンドバッドがあったか聞けますってことなんですよ。すごくないですか、今言ったのは普段のコンサートではなかなか弾けないような曲って意味なんですけど、やっぱカップリングで公演曲に入ってないものってめっちゃこれ好きやけどライブでせんもんなーっていう曲って多いじゃないですか。いや私はそして僕が僕じゃなくなるか大好きで、もうぜひ折り面で見たいのに本当にやらないしから、まあ、スタジオ公演でたまにやってるぐらいから、もう今回どこの県かは内緒ですけど、見れるのがめっちゃ楽しみだったり、そうもうね、あとなんだろうな、メンバーがいなくなっちゃうと埋もれちゃう曲ってあるじゃないですか、それも曲を死なせないこと、曲を死なせない、例えばなんだろうな、短日植物って風痴法の曲じゃないですか、でも正直風ちゃんが辞めてしまった時に、あこの曲ってもうなんかふーちゃんの代わりに入るのってめっちゃ荷が重いよねって、ふーちゃんの曲だからなんか入れないじゃないですか。ってことはもう多分この曲はどこでも歌われないんだろうな、ひょうちゃんが何かふーちゃん呼んだりしない限りって思うじゃないですか、例えばね。でも花垂れ公演で生き返ったでしょ、いろんな子がやってすごくいい曲だからいろんな人に聞いてもらえてる、誰かといたいとかもそうでしょ、めっちゃいい曲だから曲が死なずにちゃんと生き返ってるんですよ、メンバーの思いは引き継ぎつつ。でも例えば神様は消えるくらいにはもう3人しかいないし、センターとフロント1位と2位がいないから、まあ私は今回のツアーでどんな風にやるのかまだわからないけど、やらなかったら多分曲は死んでたなって思う、もうやることないだろうな、だって入れないじゃん、誰も気まずくないってなるじゃん。だから今回ちゃんと生き返らせてもらえるんですよ、神様が。どこでやるかは知らないけどね、そうみたいなことがいろんな楽曲で起きるので、この曲は多分もうそうそう掘り起こされなかっただろうなって曲がたくさん生き返ります、今回のツアーで。一回やるとでやりやすいしね、今後も
だからさ、みんなも CD とかサブスクで聴いててお気に入りだったけど、まあ歌われないよねコンサートではっていう曲が今回瀬戸内奈々県のどこかに来れば聴けるから楽しみにしててほしいです。なんか本当に STU の曲って全部めちゃめちゃいい曲だから、なんかねえ死んでほしくなくて、それをちゃんと一回全部掘り起こそうっていうのが個人的にすごくいい周年になりそうだなって思ってます。折り面と新面の融合が楽しみ。確かに誰が入るのかもとかも楽しみだよね。ハートだるまありがとう。全部いく、すごっ。はい、期待しててください。めっちゃいいライブにしたいですね。頑張ります。とにかく全力で、とにかく全力でやって楽しむっていう気持ちかな。メンバーのお出迎えが嬉しい。え、私も3期生にお出迎えされたい。なんか会場入りするときに、うわーよく朝起きてここまで来ましたねーとか、なんか3期生ちゃんに朝応援されたら頑張れるかも。リハーサル5回ぐらいできるかもしれない。いいな、私もお出迎えられたいんだけど。あかりさん偉いですみたいな。今日何曲も出るんですか、すごいすごいですとか、なんか体力頑張ってくださいとかなんか言われたら、5回公演来いみたいな感じになれるかもしれない。いいな、可愛いんだろうな。今日はたくさん金キラ金をもらいました。タコありがとうございます。ハートとだるまとタコといろいろありがとうございます。まあゴールデンウィークに向け、お肉ゲットに向け頑張ります。お肉お肉
最後に聞くことじゃないけどパパに聞いといてって、ってか自分のことなんだけど、うちの家族全員何も解決できなかったことがあって、あの私携帯代払え、カードがね限度額いっぱいでね、今月携帯が代が落ちなかったのよ。で請求書が家に行ったの。払ってるのは自分なんだけど契約者が親だから多分住所があっちなのか。で5月1日までに払わないと止まるの。どうやって払い込み票払えるんですか。わかんない、どうしようってなって、ファンの人に聞こうっていう家族会議でファンの人に聞こうってなったの。で携帯が止まるのはいいっちゃいいんだけど、信用情報に傷がつくのが嫌なのよ。将来クレジットで払うんだったら現金じゃないとダメじゃないですか。だからいや無理やんってなって、めんどくさいよ現金をわざわざ下ろしてって。そうなんですよ。ショップに行くしかないんですかね。携帯ここで払えないのかな。パパにはお金は送ったよ。でもパパが払い方は分かんないんだって。いや私がお金がないんじゃなくて、別に携帯代は持ってるけどその払い方が分からないの。そうてか楽天カードって何日に復活するんだ。そろそろ復活したかな。ショップコンビニで払える。え、コンビニって手数料取られるよね。え、だからなんとかコンビニじゃない方法はできないかってことになったの。コンビニの手数料っていくら取られる。100円ぐらい、もうちょい取られるかな。ダメだ、楽天カードまだ復活してない。利用可能額ゼロだ。あ、だるま4位になった。ありがとう。やっぱ現金下ろしてもらって払ってもらうしかないか。楽天カードはいつ復活するんだよ。払い込み表があればペイペイで払える。払い込み表に QR コードがなかったの。バーコードしかなくて、バーコードってどうすればいいんだろうみたいな感じでした。楽天は27が引き落とし日だから30に復活。バーコードでも読める。そうなの。CBS 確認用。ペイペイ請求書払いなら外出不要で便利です。ペイペイマネー限定。分かんないな。コンビニ行くか。だるま願った。ご利用料金支払い済みになってる。嘘。ペイペイで見たら支払い済みになってる。なんでだ。3月分支払い済み。
4月分払わなきゃいけないのか。未確定、これか、4月分か。まあいいや、明日考えよう。今日はタコスがうまかったからそれでいいねー。ふう、高森。あ、ランキング読んでます。明日カメコです。明後日カメコ、明後日か。ご要望がレベチリ高いのでペンライトおります。諦めてる、頑張れピノアピちゃんありがとう。マグありがとう。タカ、聞けば聞くほどツアー楽しみだね。明後日ツアー初日、頑張れ。頑張ります。来てくれたみんなを楽しませたい。ありがとう。キュー太郎ありがとう。ナッカーありがとう。アトムありがとう。にゃん、アラップ、フェロッピン4位名刀、まだまだ投票すると。仲良しキャラ探しての投票はまだまだ残ってるので頑張るけど。なんか私より詳しそう。ありがとう、フェロッピン4位にしてくれて。ありがとう、嬉しいね。始めたよ、ありがとう。セブンありがとう。ゆけちゃん、行く準備万端です。あ、準備できた、よかった、ありがとう。埼玉のいたんありがとう。1位はクルタンありがとう。だるま。というわけで、私が福田はって言ったらストッチって言ってください。アニアスト福田ストッチ三度の吉田丼で決まり。香川県出身のくちゃんこと福田会でした。今日は一日ありがとうございました。お疲れんこ、やすみみずみです。だるまたくさんありがとうございました。お話し会の申し込み、ちょっと残り少ない表示が出たいですので、よろしくお願いいたします。お待ちしてます。え、どこで少ない表示出たの、ってなりたいです。お待ちしてます。ツーショットとサイン早めに確保よろしく。迷ってる方は7月7日の4時間目をゲットしてください。来れる日どこでも大丈夫だけどね。ありがとね。明日も頑張るぞ。体力勝負じゃ。疲れんかん、おやすみみんじみです。ありがとうございました。話し会待ってます。おい、1週間お疲れ。明日から望み全部指定席だから気をつけてね。あ、今日からだ。バイバーイ。好きよ。ありがとう。